僕のセッションでは、自分が欲しいなと思っているまず F3 の方から聞きたいと思います。じゃあ、とりあえず今回 F3 はもう出て間もないんですけれども、はい、レンズの方が新しくなったということで。そうですね、はい、こちらはあの、夏頃に発売を予定しています。 1.5 倍の、広角ズームレンズです。倍率が、今 1.5 倍と申し上げたんですけども、焦点距離が11ミリから16ミリ、で T ナンバーが 3.0 で、予定しております。今まで、F3K で、導入したものが35ミリ、50ミリ、80ミリの固定焦点の3本セットだったんですけども、やはりもっと広角の絵が撮りたいと、広角のレンズが欲しいというご要望にお答えしてですね、今回新しく広角のマニュアルズームレンズを導入することにしました。あえて単焦点で出さないでズームにした、ショートズームにしたっていうのは理由っていうのはあるんですか？そうですね、やはり、何本か別々に出すよりも、もうズームでちょっとカバー範囲を広げてですね、より1本でもこう焦点距離を変えられるようにということで、ズームレンズしました。これは単純にあれですね、普通の PL マウント。こちらは PL マウントですね、はい、変な話、他のカメラにも使えてしまう。そうですね、はい、そうですね、はい、結構単焦点が、ね、2.1 でしたっけ、2.0 ですね、はい、それからちょっと落ちちゃう。そうですね、やっぱりT ナンバーをいいものにしようとすると、どうしてもやっぱりズームだと大きくなったりですね、高くなったりするんですけども、やはり今までの F3 のその価格帯に合わせてなるべく値段を抑えた形で出したいので、ちょっと暗めになるんですけども、 3.0 で商品化しました。僕もこの F3 はいろんなところで使わせてもらって、はい、結構いろんなところで使って、いろんな制作系の方々がね、はい、そういう、ムービーとか、はい、ね、それで使うのがよくあるんですけど、僕はどっちかというと ENG で使いたいなっていうのがあって、ね、はい、前もね、3本のレンズで一生懸命やったんですけど、これでズームができて、ちょっとズームでも足りないんですけどね、はい、って思ったらなんかすごいのが、はい、シピに今、そうですね、はい、こちらがちょっと次にご紹介しますけども、電動ズームレンズです。でこちらは PL マウントではなくてですね、F3 に、そのマウントアダプターなしで直接マウントができる、FZ マウントというものを新しく開発しまして、で焦点距離が18ミリから252ミリの倍率が14倍と、でなおかつ電動ズームということで、F3 についているズームレバーがようやくこう意味を持ってくるというレンズですね。なんかこれいろいろ横になんかボタンがあるんですけれども、それを見るとなんか ENG ライクなボタンが結構あるんですよね、はい、そうですね、3D ショットとか、はい、これが早いのというのはあれですよね、はい、手ぶれ補正と言っちゃっていいですか、そうですね、イメージスタビライザー、手ぶれ補正ですね、はい、でアイリスも、マニュアルとオートが効くし、はい、もうで電動ズームレンズ、はい、ひょっとしてオートフォーカスとかいっちゃうんですか？そうですね、それは今検討中でして、ぜひ製品化にあたっては実現したい機能の一つであります。オートフォーカスを乗っけた可能性があるっていうことですね。そうですね、はい、すごいですね、この手のレンズで。これでも明らかにあれですよね、やっぱ ENG 狙ってますよね。そうですね、映画制作、テレビドラマ、CM だとやっぱ大人数でこうやって、レンズはそのシーンによって変えていくっていう形になるんですけども、やっぱり少人数で、今岡さんおっしゃったような ENG だったり、その個人ユーザーでこうドキュメンタリー撮ったりとか、そういうところもやっぱりカバーできるようにということで、電動ズームご用意しました。だから F3 のね、全然ズームができるできるっていうのを噂で聞いてて、はい、どんなのができるのかなってすごく興味あってて、はい、で普通 PL 系のねズームレンズはバズ画法みたいな、F65 ですね、つけてるバズ画法みたいな、あんなのからこうね、でも
なんかちっちゃいよっていう噂も聞いたんで、はい、どれぐらいコンパクトになるのかなって、これかなりちっちゃいと思う。普通の多分あの長さ的に言えばあの ENG の J18 とかなんかでもちっちゃいし、はい、そうですね。それこそあのなんですか、 EX3 のレンズの長さ大して変わらないかもしれないですね、これ。そうですね、まあ、なぜ小さくできたかっていうのはまず振動式の機構を採用しているっていうことと、あのやはりあの PL マウントではなくてよりあのフランジバックの短いその FZ っていうマウントを使うことによってそのレンズそのものをあのコンパクトにするっていうことがまあ実現できているということですね。ウェイトっていうのは分かっ、まだ、まあ、まだ最終的なあのスペックは決まってないんですけども、まあ、目標としてはだいたい 2.5 キロぐらいを狙っています。結構軽いですね、はいはい。まあ、カメラがですね、まあ、レンズなしで 2.4 キロなのでだいたい同じぐらいの重さになりますね。多分あれ単焦点 の、 あの85ミリも大体そんなぐらいですよね。そうですね、2キロあちょっと2キロ以上あったような気がします、ね。はい、だから同じような重さっていうことですね、はいはい。まあ、まだちょっとあの試作品ということでその形がですねあのごついんですけれども、もう少しこうシェイプアップしてあのもうちょっとこう細く見せるようなことを考えています。まあ下が18ミリっていうのもものすごいいいですよね。そうですね、今までのなんかレンズじゃないなという。そうですね、あのまあこれであのちょっと3点レンズセットであのカバーできていないようなまあワイドのエリアからまあよりもっとそのテレの部分もこれであのかなりカバーできるので、まあよりあの使っていただくアプリケーションの範囲が広がるんじゃないかと期待しております。あとちょっと気になったのがこの今回このここに置いてある F3 ですよね、はい。この F3 これって純正じゃない、純正ですか？これはあのシネロイドっていう会社 の、 あのビューファインダーです。はい、なんだ、あの HDMI の入力のついたもので、まあ、HDMI アウトで、HDMI の、 そのモニターを見るというものですね。これバッテリー駆動です。ここちょっとパカッと開けるとですね、ちっちゃいバッテリーが入ってます。別にこれ、あれ F3 の、 あのなんだっけ、オプションっていうわけというわけではないですね。ただあのやはり F3 のオプションはこういろんな会社の方から出されてまして、まあ、あのちょっとソニーブース以外のところもこう歩き回ってみると本当にいろんな会社からあの提供されていて、まあ、やっぱり皆さんの関心が高いなっていうのは非常に伺います。これは結局あの ENG で僕使ってて、ここにあると見にくいんですよね、はい、はっきり言うと。そうですね、かといって後ろから見るとこう、はい、こうなるんで、これがなんかあの、まあ、アームであの好きな位置に、うん、あの一応変えられますので、あの非常に、まあ、便利かなと。推奨品で欲しいぐらいですよね。そうですね、まあ、実はあの、まあ、こちらにあのフードルーペっていう形で、あのまあ、ソニー の、 そのオプションとしてちょっと今考えているものがありまして、ちょっとあの別のエリアに展示してあります。あるんです、実は。じゃあ後で見てみます。はい、よろしくお願いします、はい。ということで F3 はみんな多分興味ある部分ですが、まあこれ ENG でこの先使えそうなカメラで、やっとマルチパーパスカメラというのは当たってきたかなという、そんな感じの、